ュアルラジオを貸してもらえませんか？いいけど、何に使うんだ？そこにまだ動いている端末を見つけたので、インスンさんと連絡が取れないか試してみようと思うんです。なら、俺も一緒にいいか？話せるなら、ネプチとも話したいしな。いいですよ。あ、けど、実際ちゃんと繋がるかどうか。大丈夫だって。案外、野ざらしのやつの方がしっかりしてる場合もあるしね。あー、ネプチは今頃どうしてるかな。案外、ウズメたちに会いたくて会いたくて震えてたりして。こっちの世界も悪くないって言ってたし、ひょっこりまた来たりして。どうしよう、そしたらダブルネプチじゃん。超見てみたいかも。ウズメさん、不調不調。え、あまあ、なんだ、ものは試しっていうし、ダメ元でやってみようぜ。やった、つながった。もしもし、私です、ネプギアです。ネプギア、よかった、無事だったんだね。うん、あの後なんとか逃げ切って、今は娘さんの本拠点にいるんだ。というわけで、俺もギアッチもミオもみんな無事だ。心配かけたな。おお、うずめも久しぶりだね。そっかそっか、どうなったのか心配してたんだけど、みんな無事そうで何よりだよ。あ、それでお姉ちゃん、インスンさんに代わってもらえるかな。今後のことで相談がしたくて。代わってあげたいのは山々なんだけど、実はインスンぶっ倒れちゃったんだよね。こっちに転送させるために相当無茶してたみたいで、ショートしちゃったんだ。インスンさん、大丈夫なの？さっきちょうどアップデートパッチを当てたところだから、多分大丈夫じゃないかな。今はインストール中で再起動待ちってとこかな。だから大変かもしれないけど、もうちょっとだけ我慢して、すぐにネプギアをこっちに戻す方法を見つけるからさ。うん、わかった。ちなみにさ、そっちは今どんな感じなの？マザコングとかどう？そのことなんだけど。おお、マザコングを倒しちゃうなんて、さすがネピギアとウズメだよ。けど、それ以上にびっくりなのは、別次元の私と出会ったってことかな。それなら、私も帰らずにもう少しそっちにいたかったな。ところで、そのもう一人の私は今いないの？散歩してくるって出かけたきりで、まだ帰ってないな。なんだ、残念。けど、次連絡するときにいたら紹介してね。それでお姉ちゃん、そっちの世界に戻る方法なんだけど、実はこっちでも一つだけ方法が見つかったんだ。本当？大きいお姉ちゃんと一緒にこの世界に来たクロちゃんっていう人が次元を超える力を持っているんだって。ただ今はお互いにバラバラになっちゃって探しているところなんだけどね。おお、それはよかったじゃん。じゃあその人さえ見つかればこっちに戻ってこれるんだね。ごめんね、本当はもっと早く知らせたかったんだけど。いいっていいって、どっちにしろインスを直さなきゃいけないしさ。ネプコ、どこにいるの？と、アイちゃんが呼んでるみたい。また何かあったら連絡ちょうだい。こっちはこっちでなんとかなるように動いてみるからさ。それじゃあね。切れちゃった。相変わらずネプッチはネプッチだったな。けど帰るための方法はあるに越したことはないさ。俺らは俺らでクロちゃんを見つけようぜ。ねえねえ、ウズメ、今日のお昼ご飯は何？朝飯食ったばかりなのに気の早いやつだな。だって気になるんだもん。そうだな、ギアッチが取ってきた野菜や果物がまだ残ってるから、それを食い切らないとな。ごめ
めんなさい。まさかこんなところに食材があると思わなくて、つい…ってことは、お昼もナスなの？ネプッチはこの木に好き嫌いを直したらどうだい？焼きナスが口に合わなくても、他の料理方法なら案外食えるかもしれないよ。食材を見てみるか。川魚がこんなに。さてはうずめだな。困ったものだ。しかしこれはどうしたものか。聞こえますか？聞こえますか？なんだこの声は。俺を呼ぶのは一体誰だ？天の声です。今あなたの心に直接呼びかけています。嫌いな無理して食べる必要はありません。あなたがすることは嫌いなものを処分することですが、食べ物を粗末にすることはいけないことです。じゃあどうしろというんだ。マジェコンヌです。マジェコンヌに嫌いな食べ物を食べさせて処分しましょう。そうすれば食材を捨てることにはなりません。そうか、その手があったか。誰か知らないが感謝するぞ。
こえますか？誰ですか？この声は。天の声です。今、あなたの心に直接呼びかけています。嫌いなものを無理して食べる必要はありません。あなたがすることは、嫌いなものを処分すること。ですが、食べ物を粗末にすることはいけないことです。どこのどなたか知りませんが、私には嫌いな食べ物はありませんので、お気遣いはいりませんよ。マジ？はい、マジです。あれ？今の声、どこかで…さて、お昼ご飯は何を作ろうかな？そうだ！この機会にみんなの好き嫌いを克服してもらうのもありだよね。あれ？ナスと椎茸と魚が足りない。朝食を作った時はあったと思ったんだけど…私は自由を手に入れたのだ。その声はマシェコング。嘘、あのおばさんがマザコングなの？そういえばでっかいネプッチはこちらの姿をまだ見たことがなかったんだね。どうして？お姉ちゃんの標本の中に閉じ込められていたはずなのに。そうだよ、あの標本抜け出すなんてクロちゃんだって無理だったのに。私が本気を出せば、あの程度の封印を破ることなど他愛もない。もっとも、空腹で力が出ない私に食べ物を与えたら貴様らだがな。それは、どういうことですか？仲間にでも聞いてみるがいい。てめえ、はめやがったな。人の行為を利用するなんて最低だよ。まさか、あの声がそうだったなんて。あの、もしかして皆さんの嫌いな食材だけがなくなっていたのって。すまねえ、俺が椎茸を嫌いなばっかりに。川魚くらい我慢して食えばこんなことには。私は悪くないよ。悪いのは全部ナスだもん。人間も女神も魚類も愚かなものだな。なあ！はあ、けどこうなってしまっては仕方ありません。もう一度あなたを倒してみせます。ああ、この落とし前はしっかりつけさせてもらうぜ。ふん、多勢に無勢のこの状況、誰が貴様らと正面から戦うものか。やろう、逃げるつもりか？逃げる？違うな。再び貴様らに絶望を与えるため、この場から一度引いてやるだけだ。残された時間を有意義に過ごすのだな。なあ！ちっ、まんまと逃げられたか。人の嫌いな食べ物を利用してくるなんて、なんという策士だ。マジェコンヌ恐るべし。同じ過ちを繰り返さないためにも、嫌いな食べ物は食事に入れない方が良さそうだね。ああ、うん。あの嫌いなものを克服するという選択肢はないんですか？ない。ない。ない。ですよね。マジェコンヌに逃げられちゃいましたけど、どうしますか？追うに決まってる。この場所がバレたんじゃ、いつ襲ってくるかわからないしな。悪いな、ギアッチ。クロちゃんとかいうやつを探しに行けなくて。私のことは気にしないでください。それに、ここが襲われたら住んでるモンスターたちにも迷惑がかかっちゃいますし。追うに切るぜ。
何してたの？まさかあの標本から抜け出す方法があったなんて。でも手がかりもないのにどうやって魔女コンヌを見つけるんだ。問題はそこなんだよな。消えて逃げたんじゃどこを探せばいいのか。それなら大丈夫。この魔法の杖が私たちを導いてくれるよ。なんだこれ、木の枝じゃないか。そこで拾ったんだ。でね、これを地面に立てて離すんだ。魔法の杖が向こうを指してるから、きっとマザコングは向こうにいるはずだよ。今そこで拾ったって言ったような。まあこの際細かいことはどうだっていいさ。どうせ手がかりなんて何もないんだ。とにかく枝が刺した方向に行ってみようぜ。私じゃ